どうも、二人静かの横井と加賀谷です。お願いします。あの ASMR って知ってます？あ、はい、知ってます。すごい人気で、動画でそう、 YouTube とかね、再生回数とかすごい上がってる動画なんですけど、今すごい流行ってるんですよ。その世界にはチキンを食べる動画で2000万回再生されてたりとか。やばくない？これで生活していける人もいるんですよ。またチキン食べれるんだ。そうです。2000万再生された金でまたチキン食べれる。チキン食べれるんです。だから今日はその ASMR、 そのモッパンの動画を撮りたいなと思って見てられるかね。まあ、うちらの食べてる動画をゆっくり見ていただければと思って、今日はそのモッパンに使えそうな、あ、まあまあ確かにいろいろ買い込んではきましたからね。はい、キムチ、ガリりと辛いやつ、おなじみのクラムのスタブリッシュですね。ダイアントコーン、ダイアントコーンもあるし、アメリカンドキッチンだったんで、非常用のパンも違う人ってなるので、ちなみにジャンプです。あ、これですね、パックだね。まあこんな感じで ASMR でよく使われてる食べ物たちがいっぱいあります。まだ音出そうなやつをね、今日でチョイスしてますから、やっぱり、はい、私たちは芸人ですよ。あなた食べる動画誰が見たいんですか？これ最初に言っただろそれ。今日はですね、はい、咀嚼音で音楽を演奏したいと思います。どういうこと？まあ、あの咀嚼音って気持ちいい音が聞きたくてその動画を見るんです。だからその咀嚼音が音楽になってればもっと気持ちよくなるんじゃないかって考えたわけですよ。音楽自体 もう結構リラックス効果あったりする。はい、そうなんですね。プラス咀嚼音入れたら。そうです。あ、確かにそれは結構発明かもしれない。発明です。これできたらだってもう2000万回再生のどころじゃない。確かに。はい、今回はその咀嚼音でキラキラ星を演奏しようと思います。まあ、キラキラ星はドレミファソラの6音できてるんですね。ラをしたかったいや違います違います。だけど音階とかさ、そのドレミファソラシドみたいなのはどうやって調べるんですか？あの私ピアノを13年間やってきたんで、はい、絶対音感が身についてるんです。絶対嘘じゃんいや絶対絶対本当。これはもう自信があります。本当？だからそのいろんなものの音とかが全部音階に聞こえるぐらい聞いてきたんで今まで音楽を。本当？はい。例のフラットです。うさんくさいよ。いや本当よ。いやまあまあ、今絶対音感はまあじゃあ信じましょう。出来上がったらそれもうそれか嘘か本当か。まあそうですね。はい。発想はすごくいいような気がするから。じゃあ、早速、やりましょうか。音探しの旅に出かけたいと思います。おしゃれにしなくていいよ、別に。どれから行こうか。どれから行こうかな。まあやっぱ、モッパンの定番といってもこのタクワンじゃないですか。タクワンですか？タクワンです。え、俺はね、キムチがなんか定番な気がしますよ。いやいやいや、やっぱあんま変わんないし。キムチはまだちょっと辛いから、後にしよう。たくあんを食べましょう。はい、たくあんを食べまーす。今日はこのためにマイクも買ったんで。私食べていい？私たくあん好き食えばいいけど。音ですからね。音をとにかくこれで合ってん？結構もっぱんの人はみんなこうやって食べるから。あ、たくあんを、うん、こう豪快にいくんだ。そうそうそう。じゃあ録音しますね。いいですよ、いつでも。何してんの？ちょっと歯痛いわ。歯？ちょっと近くかみになる。あ、でもいい音取れたんじゃない？いや、全然だ。ああ。何見せられてんの？うわ、まずそうに食べるな。いや、取れてんのかな、ちゃんと。これちょっと聞いてみましょうか。ちょっと聞いてみようか。何してんの？ちょっと歯痛いわ。いやもうここいいんだ。ここはいらねえんだ。いや全然だ。ああ。おお。何見せられてる？いや意外とドだろうなこれ。噛む瞬間がド。いやそっち側じゃないの。じゃ俺のも。ラだなこれ。いや本当？どっちかにしようよ。あ、これはどうだな。カガヤさん食べ始めだけだ。そんな特殊能力あんの？
や食いてえだけじゃないかもう。どうです。たくあんね。たくあんっていうの。たくあんでしょ。たくあんだよ。たくあんね。たくあん。いや、あんです。絶対あんです。28歳のミス恥ずかしいです。今年29です。じゃあもっと恥ずかしいです。たくあんじゃないかよ。アメリカンドッグです。化粧品にやつ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 。これは結構モッパンの人めっちゃ食べてます。これ音なんのかな。これなるでしょ。じゃあ給付ですね。お休みの付。そう。全然ダメだな。キムチいきます。いや、キムチはめちゃくちゃいい音になるでしょ。私食べていいの。うん。どうぞ。たくあんの弱じゃん。聞いてみましょうか。はい。ショワンのジャズだえ、ど？いやー、どに近いなぁ。ドシャ、ドシャ、ドのシャープ、ドのシャープ。いつかねえじゃないか、じゃあジャズじゃない。いや、普通にキムチ食うなよ。ラッキョいきます。ラッキョ。いや、ラッキョもまあ音の塊ですからね。キムチと同じ感じがするな。いや、そそラッキョはそうです。ラッキョそ。うん、きたきたきた。そうね、急に順調だね。アロエちゃんです。キュートです。ニンニクいきます。みりん、せんべい。意外とそうだな。辛ラーメン。うわ、やだ。あ、そうだ。これ結構難航してますね。乾杯いきます。そうだな。そうだね。トウモロコシです。やばいよ。じゃがりこいきましょうか。おう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 おお。あ、食べ始めがレ。お、レレ。じゃがりこレで、おお、いいじゃん。いい調子です。リンゴでーす。ラだね。おら、ラ、おお、ラ来た。ラですね。わ、ラです。はい、フルーツグラノーラでーす。どう。みかもしれない。おぉ、みです。これで、ね、おれみそらファじゃない。ファだけじゃん。ファだけですね。いや、いや、リーチじゃん。リーチだ。いや、ファ欲しい。ジャイアントコーンです。かぶりすぎじゃない俺に。まあ、ラかな。おいしそうです。パスタです。これが最後になります。まあ、食べてみよう。いや、頼む。あ、ファだな。本当？
本当口をすぼめて吸うとファになるわ。キラキラ星が演奏できます。やったー。いや、これうまくいったら結構なこと。いや、これはもうバズりまくり。バズりまくりだよ。バズりまくり。じゃあ早速演奏の方に移りたいと思います。それではお聴きください。二人静かでキラキラ星。カット。それでは聞いてください。二人静かでキラキラ星。意外とめちゃめちゃいいでしょ。いや、絶対音感も割と本当だったんだ。いや、最後まで歌ってた。そうでしょ。成功いいですか。これ成功じゃん。はい、まあ、はい、ということでカリフォルプレゼンツ尺音で合格は演奏できるのか。できます。これは世紀の大発見です。これもっとね、いろんな曲やってみたくない。そうだね、これなんかバッハとやってたらすごい。これはもう目指せバッハということで、次回もお会いしましょう。バイバイ。